奈良の皆様、お久しぶりです。ニュー OSK 日本歌劇団の大川昇です。今日は OSK カルチラタン世界館6月定期公演クラブタキシード、どうぞお楽しみください。人生は果てしなく続く、孤独との戦い、人生は果てしなく。大輝さんの歌で大人のムードたっぷり、しっとりと始まった舞台、この世界観6月の定期公演クラブタキシードは、なんとバーサスバラエティなショーになりました。そこはクラブタキシード、クラブタキシード。そして大輝さんと対決するのは、人生は お分かりですね。大輝誠 VS 大川昇、今回はニュー OSK の男役トップ2人を十分にお楽しみください。この番組は日立国際電機の提供でお送りします。君はトミーシェフ、どうしていたんだシェフブロードウェイを一世風靡していた素晴らしいダンサー。トミーこそ天才タップダンサーとしてブロードウェイを沸かせていたじゃないか。大川とはね、よく旧の OSK の時代から組んでて、気心知れてる部分もありますし、やりやすいです。食べから食べへの毎日。大輝誠と大川昇、世界観だからこそ叶った夢の共演です。こんなゴージャスで素敵なショー、しかし大輝さんは大川さんが共演ということで安心しきって臨んだそうですが、とても嬉しいよ。大川さんはどうだったのでしょう。こうやって一緒にさせてもらえるから、これは頑張らないと一生懸命やりたいなっていう思いはありました。右も左も分からなかった時にね、お化粧から仕草から髪型の作り方、いろんなことを教えていただいた上級生の方だったんです。こうやって今一緒にさせてもらうっていうのは、怖いようなありがたいような。もう一度一緒に舞台に立たないか。いいじゃないか。やるやるか。私もなんかさせて。息のぴったり合った二人の間を取り持つのが彼女です。ミサゴマリ。彼女が抜擢されてスペシャルパートナーとして選ばれたんですけども、もうとにかく一生懸命やってます。もう私はイザベラ、ジェフとトミーとこのブロードウェイの舞台で共に歌い、この歌は私が。大輝さんから6月一緒に共演するけどよろしくねって言われて、あの時はもう私すごく舞い上がってしまったというか、えーって感じで、もう信じられなかったんですけれども、はい。
見せてくれたのは黒のタキシードにステッキ、このタップバトルです。対決というより逆にこんなにも合ってしまうのは見ている私たちも惚れ惚れします。3人でいろいろ注文して、で奥山先生に無理やりなお願いをして、でも先生が、うん、それはどうかなって言ってたのもなんか先生も乗ってくださって、知らない間に結構行けちゃったねみたいなフェンシングのところがあったと思うんですけど、結構評判がいいんですね。でもあんな風に評判が良くなるとは思ってなかったですし、今回の公演はいかに台本らしくなく自然にやるかということ、それがテーマなんです。